お花まこチャンネル、尾形梨沙です。一番くじ、一度だけ引いてきました。なんと、いい賞が当たりました。嬉しいです。こちら、SD ガンダム EX スタンダード00ガンダムソリッドクリア。こちらを今回は早速、組み立ててみたいと思います。それでは、研究開始。おー、中はこちらが入っております。説明書は通常カラーのものとなっています。組み立てるのが楽しみです。また金沢ガンプラ金コンペ用などにどこか金色に塗るのも良さそうです。パーツは A ランナーがホワイトの半透明なクリアパーツ、そして B ランナー、C ランナー、あとポリキャップシールが入っていました。組み立ての工程は1番から11番まで、頭から、頭部から組み立てていきたいと思います。説明書が書かれている裏側は、こうして00ガンダム完成品の様々なポージングが載っております。EX スタンダードは HG シリーズと共通系を武器やパーツに採用されています。武器やパーツなどを組み合わせて HG シリーズへ装備も可能となっております。今回は目などもシールを貼っています。細かく切り込みもあって貼りやすくなっておりますが、シールを貼るのはとても難しいです。00ガンダムさん完成しました。とってもかっこいいです。あれ、腕がちょっとおかしい。失礼いたしました。パーツ数がとても少なかったので、という間に作ることができました。シールが本当に苦戦しました。この肩の部分のシールが特に綺麗に貼るのが難しくて、どうしても隙間が空いてしまいましたが、またやはり気になるようでしたら塗装したいなと思います。それでは今回の動画はガンプラ一番くじ、今回 E 賞 SD ガンダム EX スタンダード00ガンダムソリッドクリアを組み立ててみました。はい、とてもかっこいいです。また飾りたいと思います。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったよと思ってくださった方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんね、まだ一番くじかけられますが、ぜひぜひとも聞かれてみてはいかがでしょうか。それではそれでは。